Hello there! How are you doing? 英語難民カウンセラー,ファンキーアッコです今回も音声動画でお送りします前回の動画では英語のレベルに関係なく待ち時間などの隙間時間を利用して周りに迷惑をかけずスピーキングが劇的に上達する方法に関してどんなことをきっかけにこの方法を行うに至ったかそれから実際やってみてどのように効果があったのかをお話ししました。 今回の動画では、具体的なやり方の例、後半には、この練習の効果についてさらなる解説をしています。具体的なやり方のお手本は、最初は非常に単調で退屈そうに見えますけれども、徐々に難しくなっていくので、最後までご覧いただければと思います。ではまず、具体的な方法からご紹介します。用意するものは、何でもいいので、簡単な英文を使ってください。例えば、今私の手元には、中学英語の文法の参考書があります。 実際に私が使って練習したものなんですけれども完全に文法を理解できるものを使用してくださいということはですね文法の学習をしながら同時にこれを行うといいと思います決して難しいものを最初から使わないでくださいレベルが上がるに従って使うもののレベルも上げていけばいいですこの練習の目的は英語をとっさに入れ替えて早く口から出すこと時制の変化や三人称単数の S の移動などに感覚的に慣れること 英語は「チャンク」という塊をくっつけることで文章を長くでできるるとという感覚になれることなれこどです、えー、例えばですねものすごく簡単な文章から始めてみますと「I am a student」という文章があったとしますこれをただ単純にまずは主語を入れ替えてみますその時は当然三人称単数の「s」によって動詞が変化するということは分かりますよねではこのようにやります「she's a student」「he's a student」「they are students」 この場合は、they は複数なので、a student ではなくて students になりますね。これを疑問形とその回答のように変化させてみたいと思います。多少あの文の形はいろいろ、例えば I am not, the she. i I'm not, とてもいいですし. Is he a student? Yes, he is. He's a student. No, he isn't. He's is not a student. Is she a student? Yes, she is. She's is a student. No, she isn't. She isn't a student. Are they students? Yes, they are. They are students. No, they aren't. They aren't students. というようなことをですね、早くやるんですね。 先ほどの I am a student の文章を過去形で活用したいと思います Were you a student?Yes, I was.I was a student.No, I wasn't.I wasn't a student.Was he a student?Yes, he was.He was a student.No, he wasn't.He wasn't a student.Was she a student?Yes, she was.She was a student.No, she wasn't この時にですね別の職業をバットで続けてもいいです She a student, but a musician. 同様にちょっと難しい文法で例えば現在完了形を使ってみたりします。I've been a student.You have been a student.He has been a student.She has been a student. Been a student. そしてそれを疑問形にして回答してみます。Have you been a student?Yes, I have.I've been a student.Has he been a student?No, he hasn't.He hasn't been a student.Have they been students?Yes, they have. それに何年間みたいな言葉をつけたり yes, they have been students for three years. では最初の文に do you know that 何々で続けてて疑問形にしてみますこの場合はざっと以下は普通の文の形にするのを早く行うというのが目的ですそして例えばですね「I know」の代わりに「I have no idea」という形に変えて No, don't. no student. you I I idea that have are a student. そして次は文の前に It's surprising that というものをつけてみます It's surprising that they are still studentsI can't believe that 何々というのをつけてみます I can't believe that you've never been a studentI can't believe that の後はさまざまにこの先ほどの I am a student の文章をいろいろと変えたものをこの後に続ければいいです ということは本当にもうさまざまな文章の形がどん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 できるということですよね例えば一つの文章をいろいろ変えてみるというのもできますこんな文章があったとします He lives in Tokyo で。でこれを例えば疑問形にしてみる「Does he live in Tokyo?」「Yes he does. He lives in Tokyo.」「No he doesn't. He doesn't live in Tokyo.」「But he lives in Osaka」「Where」を使って「Where does he live?」「Where」を使った文を今度は「Do you know」でつなげてみます そうすると、where 以下が平常文になって、do you know where he lives? 次、I don't know で続けてみます。I don't know where he lives。それを過去形にしてみます。I didn't know where he lived.have to という言い方を使って、he has to live in Tokyo。それを過去形にして、he had to live in Tokyo。もう少し複雑にしてみて、 He he lives doesn't in want Tokyo, but he want to. 例えば、Be Supposed to という言い方を使って、In Tokyo の部分を Without You という言い方にして、supposed to live without you 現在完了形を使って、He's been living in Tokyo since 2014.How many years を使って、How many years has he lived in Tokyo? これに、Do you know をつけて、Do you know how many years he has lived in Tokyo?It's good to know をつけて。 It's good to know that he lives in Tokyo. Why do you think? を使って現在進行形の文にして Why do you think he's living in Tokyo? それに答えてみる I'm not really sure but he always says he loves Tokyo because it's a very attractive city. というように一人で会話をしてみたり比較級を使う場合 Mike is taller than Mary. Mary is not as tall as Mike. Mary is shorter than Mike. Do you think Mary is taller than Mike? No, I etc. という感じで文章を無限に変えることができるんです。今の例ではすごく簡単な文章からちょっと難しい文章までいろいろと例を挙げてみました。いきなりだと はこんなに文章を変化させることなんてできないなって思うかもしれませんけども大丈夫ですなぜかというと自分の文法知識が上がっていくと同時にこういう練習つまり常に習った表現や時勢を使って一つの文章を自由に自分の頭を使って入れ替える練習を行うにつれて文法がどんどん使える形で身についていくからです最初慣れないうちはちょっと大変と思うかもしれませんけどもやっていくうちにどんどん楽になってきます そして今までの学習のように文法を習ったらそこでおしまいではなくて習った知識をスピーキングで活かせるように練習して実際に英語が使えるようになるという段階にまで引き上げるのでこの練習は確実に効果があります英語回路、英語脳を作るのに効果があるんですねこれをしない限り英語が話せるようにはなりませんだからなるべく早い段階からこの練習を取り入れるべきだと私は確信しています 待ち時間などの隙間時間にあらかじめ簡単な英文を持参するとかスマホで英文が書いてあるサイトを表示させて短めの簡単そうな文章を自由に変換させてみるとか工夫次第でいくらでもできるんですよ。声に出して言えないなという時には頭の中でで言っってててみみるとか、か口だけ動かして声にに出さずに言ってみればいいんです。それに何と言ってもこの方法だとコストが1円もかからずスピーキングを上達させることができます。 前回の1の動画でもお話ししましたけども中学英語の各文章を35回音読するという課題を出された時は簡単な英文をそんなにも音読するなんて退屈すぎるって思いましたでも自分なりににこのの方法をを使っっってて文章の入れ替えを行って本当良かたたと思いましたなぜならこのような機会でもないとなかなか自分ではこういう入れ替え練習を行おうとは思えなかったからです 同様の練習を過去にもしたことはあったんですけども改めてこの方法で練習を行ったおかげで英語を話すために頭の中で英作文をするときに文章を作るとか時勢を合わせて動詞などを変化させるということがより素早くできるようになりました中学英語の文法は簡単だからわかるとついつい難しい内容のものを使いがちですが英語回路、英語脳の基礎ができないと応用力は絶対につかないのでこの点だけはしっかりと押さえてください ほかにも外出先などでできるスピーキング上達のための練習がありますのでこれから動画でいろいろと紹介していきますねお楽しみに OKTHank、okay, you for watching hope it really helps look forward to my next lecture 英語難民カウンセラー FunkyAkko でした Have a great day Bye